ちょっと仕事終わるのが遅くて、初日ごとん日付回るギリギリなんで10分しかないっていう、やばいな。ちょっと急ぎます。とかあるかな、炭治郎。よし、とりあえず両替します。じゃあ行ってきます。あったあった。どれで行こう。なんかこれいけそうな気がする。手前狙っています。思いっきり左寄せで手前。なるほど。なんか起こりそうな気がするねんな、これ。このままこのままちょっと景品を左に寄せて、その滑りでもないんですよね。さすがに微妙かな。よし、じゃあそろそろ奥狙っていきます。交差ぐらいかな。右だけ入った。どうやろう。はいはいはい。これさ、いいんちゃう。ちょっと斜め向けれたから、このまま右に立てて転がしていけたら、もしかしていい具合に転げてくれるかも。立て。両替チームに取れますか。え、もう取れるやん。マジで。下まで詰め届くかやな。でも、お、いいとこ取ったぞ。一応で両替チームに取れますか。なるほど。ちょっと届かへんから奥を左に振ります。 OK。 で両替チームに行いますか。なるほど。角よりも奥側を左アーム。あー、やばいやばい。これ真っ直ぐになるかも。両替チームに行いますか。うん。で、さらにもう一度ちょっと左寄せ。これ左寄せマックスなんですけど、奥側狙っていきます。で、奥を左に行きます。あれ、いいんじゃない。結構で、次手前を右に運ぶと。それでグイッと行ってくれたら、両替チームに行いますか。寄せるか。じゃあさっきより寄せ気味で爪落として手前を右に。両替チームに行いますか。やばいやばい、時間がほんまに。この調子ででも手前を運んできます。時間がないな。 OK、 行こう。で、右に運べ。両替チームに行いますか。ちょっとずつやけど時間じゃ。もう一度手前を左で寄せてきます。 OK、 いいとこや。お、もうちょいちゃう。これいけそうですね。もうそろそろきっと。やば、あと3分。早くでやな。ひたすらね、狙いが難しいんですけど、手前を振っていきます。で、トントン。そろそろやな、そろそろ。次、ちょっと寄せ気味で奥狙っていきます。右当たんなよ。やばい。やばいやばい。倒れる。だ、倒れた。けどもういけるな、これ。手前に左、ぶっ刺していきます。これでしっかり肘入れて、で景品が滑り落ちるはず。オッケー。
ペイン、ゲロ、ゲロ、ハウス、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 ペイン、ゲロ、ちょっと急いで取りに行きます。どの台でやろう。これとかこれとかこれとかこれ。サクッと選ばなあかん。さっき橋渡しやったから輪っかにするか。輪っか設定でじゃあ勝負したいと思います。今日は。結構ね、ちゃんと上がってるんで、しかも誰かが1、2手やった後っぽい。あんま開かへんと予想して、OK。いい具合や。で、進めよ、ある程度。OK、OK。あ、全然、ちゃんと取り切れる台や、これは。よし、できるだけノーミスでいきますね。手前気味に進め落として、しっかりと前に引っ張る。OK。これは月とかいけるんかな。ちなみに景品の重心は奥側にあるみたいなんで、最後の最後まで追ってこない可能性が高いですね。今みたいにギリギリ狙っていって、なんとか2000円以内ぐらいを目標に取っていきたいと思います。この辺、あー狙いすぎたかな。大きいギリ、怖い怖い。あ、いいとこ狙うとちゃんと進みますよ。でも初期位置からで言うとだいぶ進んでるもんだって。やばい、時間が、焦りが、気持ちがめっちゃ焦ってきてるな。いけ、 OK。 この調子で行くからちゃんと終電までに帰れると。タクシー帰りをするとバカらしすぎるんで、しっかり取り切りたい。あー奥すぎた、高くせや。これじゃあんま進まないですね。傾くだけ。よし、600、700、数字左で手前気味狙います。今のところノーミスやな。よしよしよし、あと1センチぐらいで左の角が出るところで、できるだけミスなく、ミスが一番ロスですからね。いけ、よし。で、次、左爪使って、いきます。これよくね、肩アームで同じ方向ばっかりに引っ張る人がいるんですけど、そうするとね、ちょっと途中で動かなくなること多いんで、あんまりおすすめではないですね。これ、ねずこ出たらめっちゃいい飾り方できるな。欲しい人多いやろな、今回。しかも STM のフィギュアなんで、在庫はめっちゃいっぱいあると思うんで。いえ、OK。深く入れんのもありやな。よし、ほんまにもうちょっとでしっかりと出てきますね。で、来た来た、ほい。でもなんだかんだ次でね、これで1000円終了なんですけど、まあまあ、あ、やばいやばい、あぶなー。初ミスかと思った。オッケー。やっぱギリギリで入れるとめっちゃ進むな。よし、これ1500円目。ほんま、あ、ミスった。右寄せちまった。左寄せするつもりがなんかミスった。焦りすぎやろ。オッケー。これつけんちゃう、ワンチャン。ちょっと1回だけついてみますね。1回だけ手前を右でついて回しに、そんなにやな。中に入れる方が安全ですね。まあ、確かに奥側に重心がすごい寄りすぎてるんで、あんまり角つきでね、回せるほど隙が強くないんかもしれないですね。よし、まあ、ちょっと欲張らずにしっかりと爪入れていきます。ちゃんと入れるとしっかり動いてくれるんで。でもこっからかかんねんな、この台は。
左詰めで手前気味で、OK、1センチぐらい出てきたな。で次右アーム行きます。右で手前気味でだいぶ進め、グイッと、OK、よし2000円目。これで取りたいな。ちょっとさっき変なことしちゃったからな。これでじゃあ取ってく。もうしっかり進んで OK。で次右アーム、やばいマジで時間がない、やばいやばい、あと3分ぐらいで出ないとリアルに帰れないっていう、やばいぞ。でやっぱやりすぎたやりすぎた、危なー、キリキリやな今の。ほい OK、 ギリ狙いすぎてもそんな動かへんな。右からの手前、やっぱのこれで OK。 右アームの方がよく進みますよね。これはノーミスでやっても25ぐらい引っ張る設定なんかな。ただちゃんと動いてくれるんで取り切れるってことは分かるから、あんまり精神的なストレスはないですね。それはいいとこかもしれない。で、あ、また狙いすぎた。これよりもね、もうちょっと中心気味から下ろした方が動きがする。やばい、よし500円、いきます。100円玉を両替してる時間がもったいないから500円両替。もう500円2枚に出てくるやつですね。 OK、 もうちょいよ、ほんまにもうちょっとやぞ。まあどうなんやろ、箱1個分ぐらいは引っ張ったかな。お、ほんまにもうちょっと、もうちょっとで半分進みます。あと若干ゲームに飽きてきたっつ、深めに入れてます。 OK、 もうちょいや、ほらほんまにあとちょっと。でもう一回ちょっと深めに入れてみます。これで引っかかれ。 OK、 だいぶ進むようになってきた。だいぶね、落ちる方向に重心が偏ってきましたね。これでいけ、追ってきてもいいぞ。おー惜しい、やばいやばい、この1回で来るかな。あー寄せすぎた、これはそんなに賢くない。あー惜しい、帰らなあかん。あー寄せすぎた、最後の最後でマジか、やばいやばい、焦る焦る。よし、じゃあ行きます。マジか、最後の最後で。よし追ってこい、頼む。あーちょっと待って、ほんまにほらもうこんなん、もう来るぞ、でも頼むぞ。よし、いいとこ行った。これで落ちろ、追ってくれ、頼む。結局500円でやったらよかったよ。よし、ただもうね完全に次で落とせるはず。左ギリで入れて手前に引っ張る方向で来い。よしよしよし、やったー、やった。あ、やっぱだいぶ奥が重いな。いや、やりました。これでちょっと目標の2個ゲットできたんで、ちょっとダッシュで帰ります。結局ペラはね、まあまあうまいこといったつもりやったけど3000円ぴったりかかったな。ちょっとやばいやばい、ほんまに。はい、ということでね、すいません、ちょっとこんな終わり方で申し訳ないですけど、ご視聴ありがとうございました。ということで以上、藤野130ゲージでした。